赤ちゃんだよ。ば、赤ちゃんに興味津々なんだよね。なんでだろうね。結構犬って子供嫌いなんか多いんだけどね。不思議と。うちの犬は逆に寄ってくるの。主に赤ちゃん。ミルクの匂いがするからとか。なんか本能的なものなんかね。小さい時。危ないよね。危ない。立ち読みしたままこの文房具屋に着く。いいね、この本屋さん、いいね、この昔ながらの本屋。タワベ。あんまこういう本屋今なくないよね。こういう本屋。オバミ。あ、聞こえてたかな。今のはちょっと。雑誌が無駄に外に置いてある昔ながらの謎の本屋。はいはい。慶明学園で。すごいね、エスカレーター式に上がれるんで。何が？そこの学校。なんで？で書いてあるよ、幼稚園。あ、本当だ。まあバカじゃなければ。幼稚園、小学、初等学校っていうんだ。初等学校って言い方なの？小学。初等部的な？中高、大学はないんだ。大学まであったら楽だよね。そりゃ杉谷局なんかあれなんでしょう、暖房入れてないんでしょう。知らない。それで従業員が寒いみたいな、なんかで、ね、流れニュースになってたけど、杉谷局あっちの店舗が確立してる方なんで、次何回も行ってくけど、寒いって感じたことないんだ、一回も。それで言うと夏は別に暑いとも感じたことない。むしろあれカインズの方がやべえな。まあね、夏のカインズやばったよね、暑くて。ああ、入り口しかあるじゃん。うん、どうぞ。ダメだって、いけないって。残念。行かせてあげた。今だったらいけた。タイミング悪かったね、あの人。およそ300メートル先、モニターの斜め左方向です。このトラックは詰めすぎなんだろう。今は3トラックだ。大丈夫、全員玉突き起きても大丈夫、みんなトラックだから。いい意味で、みんな無事だよ。あれ、これ左なんだ。ここ左なんだ。だって奥多摩行くじゃん。埼玉じゃないよ。これ左出した方がいいのか。まあ
足台だから。ここに。ここ、ここのさ、いいね、広いね、ここの地。首痛い。チェスト。ババー。あいたたたばばばばばば。会いたいよ、ばあちゃん。気持ちよくない？ばあちゃん。やめた。で、ぶっちゃん。ばばちゃん。ああ、生クリームすすい。ああ、クレープ食いて。クレープ食いたいの？コンビニのあのさ、チョコ生クレープ食いて。じゃあこれだよ。頭でかくね、このナンバー。でも、あの人の絵ってなんかそんなんじゃない。はい、だめだ。このナンバーちょっと特徴的すぎて笑っちゃうの。ピコの鼻ピコピコ3回やったらね、勝ち。やって。舐められたらゲームオーバー。はい、やって。あ、終わった。はい、ゲームオーバー。ぽちゃん、ぽちゃん、ぽちゃん。ちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃ。よし、勝った。斜め左方向です。おじいちゃん、聞かないでよ。聞かないよ。どんだけすか。ゆっくり待ってあげないよ。なんで通り切ってないのに渡んの？止まりかねたから。よく、煽ってるよ、それ。煽ってない。警察に怒られる。丸量。ああいうの嫌だろ、歩行者からしたら煽られてるみたいな。ああいうふうにされて、絶対早く行ってやんねえってなるし。ふっさ。でぐっさ。こういったやつが来るかな。まあ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 。興味なくなってきた。あ、来なくなった。興味なくなった。だんだんあれなんで、奥多摩が楽しみ。海から。何いや書いてあんな。バカバカ。何でデブから。お、聞こえてた？いいね。暇だから音楽かけよう。やめてよ、半券が入る。半券が入るの、よかったじゃん。半券とか取られちゃう。もう関係ない。バカめ。あー、まだ赤じゃないのに。おい、デブスタン。なんだよ、ババスター。デブスター、オバブスター。食べたその日からデブルトリー。何でもやる。注意ください。なんかもう発送してるんだけど、これじゃ早くね。え、何が？さっきのニックネームさん。だって気持ちになるよ。ほら見ろよ、もう発送してるよ。コンビニ、家の近くにあるのかね。あ、これ行っちゃうか。行っちゃうか。おめさん、ごめんね。こういうさ、スーって来てる時にさ、右スーって入ってくるのに、さすがにイラチッチってくるよ。そしたら切れればいいじゃん。うん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 。あ、これまっすぐ。左しか行けないんだ。左。何これ、ステーキガスとか。およそ全然行ってないね。鍋ヶ谷区を斜め左方向です。おばみ、おばみ、これじゃ救急車。どっから来てんだろう。あ、後ろから来た。止まってるよ、これも。超絶にうまい。
くよ。つかねえよ、出る。ちょっとだ、きついか。すげえ車。およそ300メートル先、鍋ヶ谷港を斜め左方向です。すげえな、これ。痛い。いいよ、バカいな。鍋ヶ谷。結構ガチの撮影っぽいな、ドラマの。でしょうね。なんか素人のあのシミ撮影とかじゃなさそうだね。うん。踏切です。